皆さんこんにちは、稲垣理一郎と言います。今日こんな白衣着てますけれどもね、そこにちょっと綺麗なお姉さんがカンペ持って立ってるんですけれども、それ読めって言われてるんですけども、ちょっと僕目が悪いんであんま読めないで適当に読んできますけど、時々チラチラーっとそっち見るかもしれないですけれどもね、ちょっとまあそれ勘弁してください。今日は、じゃがいもから電気を作ります。ストーンワールドでは、これで夜漫画を読んでるかもしれませんね。はい、では電気を作るために使うものを紹介していきます。まずこれ分かりやすいです。ポテイト、ジャガイモですね。これが、ロバンカパシート、これがジンクシート、あとこれが、うわー外れた、なんとかなります、なんとかなります。これクリップですね。あとそれから電気、分かりやすいですね。これをなんやかんやつないで、これから電気を作っていきます。さあ、じゃあ電気を作りましょう。このね、皆さん動画を見てる方の応援がないとつかないんで、私とこのね、じゃがいもをぜひ応援してやってください。じゃあつけます。じゃあいよいよつけたいと思います。これつけたらね、つくはずなんですよ、これ。はい、あ、ついた、ついたよ。これね、後から光足してるとかじゃないですからね、これね、本当ですよ、これもう嘘言ってないですからね。まあまあそういうことにしときましょう。素晴らしいです、つきました。それいじっちゃダメですか。絶対つかないですよ。여러분언제돌이될지모릅니다예좀돌이될지도모른다는그런증거가있어요여러분과학공부를하셔야됩니다빨리과학공부를해두셔야돼요여러분들이생크입니다